거기에 존재할지 모르는 거예요. 차라리 홋카이도 도서에 오가는 거죠. 네? 홋카이도 도서에 와서 네, 1인 상가에서 됐네. 오야지도 상가 전인도도 같이 가는데 本当にね 昭和天皇は最後の最後まで沖縄に行けなかったことを
悔やんでらっしゃるんですが、昭和天皇は実は沖縄に来られたことがあるんですよ。皇太子時代に大正10年3月6日にですね、長野県庁まで来られてる。3月に、これですね、そこに書いてありますけど、その時ですね、沖縄県民があまりの嬉しさにですね、なんとですね、皇后陛下という歌を作ったと。これを歌って歓迎したんですけども、この歌の中に全部内容書いてあるんです。読みましょう。我が大君の高光る、三木の御子は賢くも西欧州を見まさんの、遠き旅に立ちも立ちたも、大正10年3月の桃の節句のその明日、3月3日ですね、高輪の御所を入れまして横浜港に着かせられる。海にはお召しの鳩り艦1万6000トン、グムの鹿島と諸共に、5日の夕べに鳴り響く、ラッパの音も勇ましく、大しい姿に身を寄せて、栄えある御子と歌われる。土佐沖早くも打ちすぎて、琉球島に着かせられる。中城湾の、なんとか、港にですね、上陸されたんですね。首里の城や那覇の町、いずれの昔を語らない。こういう歌ができる。そして、毎年3月6日はですね、県民こぞって、皇太子殿下が沖縄に来た人たちに記念日にしてですね、毎年お祭りをしたんです。で、大正10年に来られて、11年、12年、13年、14年、15年とお祝いしたんですけども、昭和に入ってからは、日にちを前の日に一日ずらしました。なぜかというと、3月6日は、皇后陛下のお誕生日だったんですね。それは置いといて、この時に那覇県庁でお昼を食べられて、そして首里城に行って、首里城の前に広場あるでしょ、そこで農林学校の生徒、今の北部農林高校ですね、そこの生徒の空手部がですね、船越吉人さんという空手使いの指導のもとでですね、天壇演舞したんです。空手のそれを昭和天皇ですね、痛くお気に入られてですね、御自らカメラで写真を撮りまくったそうです。御年、高三数えて19歳。で、その後ヨーロッパに行かれたんですけども、その後、翌年ですね、あまりにその空手が面白かったんで、船越吉人を呼んでですね、宮中で演舞させたんです。その時に船越吉人さんはですね、日本中の大学を回ってですね、空手部を作り、講道館によってですね、加納治五郎と柔道とね、の加納治五郎といろいろお話したりですね、一気に空手が日本中に広がり、戦後、在日か朝鮮人が帰った時に、向こうに広めて、昭和25年に初めてテコンドーという名前を付けたんです。180度100なの。いいですよ、皆さん。チャイナ・コリアの言うことなんて、全部180度100だと思ったかもしれないよ。ですから、テコンドーは、ね、オリンピックで彼ら威張ってるけども、元をたどればですね、これ昭和天皇のおかげなんですよ。大野山運動公園の入り口のところにですね、船越吉人さんのですね、石踏みが立ってます。あれ読んだらですね、昭和天皇の書にも出てこないんでね、とんでもない話なんですけど、この話は絶対皆さんね、空手やってる人にですね、教えていただきたい。そして、北部農林高校のですね、卒業生の方はですね、ぜひ自慢していただきたいと思うんですよ。さて、その時ですね、その昭和天皇をお迎えして、沖縄は開幕以来の大騒ぎだったんですね。大歓迎だったんですね。で、式典が終わって、警備員鉄道で中城湾に帰ってですね、その日の夜、夕方ですね、待ち病してですね、ヨーロッパに向かったわけですね。港を出てですね、しばらくしたらですね、水平線にですね、ダーンとですね、明かりが見えるんですよ。点々と。昭和天皇、あれは何だろう、
皇太子天下を御御送りする漁民の松明漁民が船を出てる翌朝非常にいい天気でですね宮古島の沖を通りかかったところなんとですねものすごい晴れていい天気だ海はないで、エメラルドグリーンの海でですね昭和天皇は甲板でですね、いやー素晴らしい景色だなーって言ったところにですね、歓迎して、あまりの嬉しさに、お魚がですね、トビウオが3匹飛び落ちたんですよ。で、カトリンにも飛び落ちたんですよ。両方の。それで、これはですね、ものすごい、幸先いいっていうんでですね、お月のですね、入江為朝って人がですね、侍従長ですけども、この方がですね、歌を言うんです。幸大きい、印にとてや、この明日、飛び、魚飛び登る、カトリー・カシマニというですね、歌を作る。それを電報で東京に打ったら、ね、東京が大騒ぎですんで、国会でですね、飛び乗り、祝賀決議とかやってですね、大騒ぎだったんですよ、また電報が返ってきたりして。まあ、いかにその頃ですね、皇室とですね、国会が一体だったかなと私は思うんですね。それでね、まあ、ヨーロッパ訪問は大成功するんですけど、その話するとですね、もう3時間ぐらい前なんで、ちょっとカットしますけども。それからですね、40何年経ってですね、昭和42年の正月の歌会始めて、歌子会始めて、お題がどうなったんですか。昭和天皇は、そのお題にですね、なんと大正10年の宮古島沖のですね、この飛び魚のことを歌われたんですよ。40年前、そこに書いてあります。我が船に飛び上がりこし、飛び魚を、先割り組織、海を生きる。よほど昭和天皇は印象に残ったんじゃないですか。40年なんだね。これは素晴らしいですよ。ところが、もっと素晴らしいのは、それからさらに40年経ってですよ。平成23年に、宮古島島民こぞってですね、この女性は宮古島沖合の女性なんだからっていうんで、宮古神社にですね、巨大な女性像を建てたんですよ。大金はたいて。私ね、昨年の3月頃ですね、知らすかな、それをインターネットでたまたまに知ってですね、郵便局に入ってきましたね。寄付しようと思って。そしたら、8月に、女性誌が完成したんで、招待状が来たんです。行ってきました、除幕式。皆さん、宮古島行かれたらですね、宮古神社のすぐ脇にありますんで、ぜひね、日本最南端の女性誌なんです。君臣水魚の交わりって言いますけども、私ね、沖縄県民とね、昭和天皇ね、まさに君臣飛び魚の交わりだな、というふうにね、思います。これはね、私どこに行ってもこの話するんですけども、ぜひ皆さん広めていただきたいなと思います。さて、今日はですね、沖縄県民各戦いの話で、そこにですね、沖縄県民各戦いをですね、あ、その前にですね、すみません。沖縄の人も交えて勇ましく、広場を進む姿の意識という歌が書いてありますね。これも昭和天皇の虚勢なんです。昭和天皇は沖縄を非常に愛し、心にかけていて、これは昭和28年、初めて戦後国体に沖縄が参加したとき、四国の松山大会ですけれども、このときに昭和天皇が入場してくる選手団を迎えますよね。そのときに沖縄県の人が入ってた。そのシーンをですね、本当に昭和天皇喜ばれて沖縄の人も交えて勇ましく広場を進むというのはこの会場ですね、姿は嬉しいというふうに歌われてる。まあそれを置いてですね、本題の沖縄県民各戦いに入りましょう。ご存知の通り、これは海軍次官宛てにですね、当時の太田少将、後の太田中将
お誕生日中将はですね、昭和20年の6月6日に打点した電報です。初沖縄本拠地大司令官、大谷の中将とともですね、明け海軍次官という電報です。これにですね、いろいろ書いてありますけども、省略してですね、その初からですね、1、2、3、4、5行目です。真ん中ですが、本職の知れる範囲においては、県民は青少年すべて全部を防衛召集に捧げ、残る老幼婦女子のみが相次ぐ砲爆撃に家屋と家財の全部を焼却せられ、わずかに身をもって軍の作戦に差し支えなき場所の消防空港に避難、なお砲爆撃を逃れ、風雨にさらされつつ、乏しい生活に甘んじありたり、しかも、若き夫人は率先、軍に身を捧げ、監獄水事府はもとより、砲弾運び、そしてですね、その次ね、挺身切り込み隊にすら申し出るものあり、同じですよ。2、3行を超え、その次の行を出してまいりながら、監獄に至りては、軍移動に際し、衛生兵すでに出発し、つまり衛生兵に見せられた重体患者、重症患者ですね、身寄りなき重症者を助けて、あえて真面目にして、一時の感情に馳せられているものとは思わせる。素晴らしいです。2、3行を超えまして、最後からですね、1、2、3行目、真ん中から、ただただ日本人としてのご奉公の守りを胸に抱きつつ、ついに、この辺までは欠けてるんですけども、本戦闘の末後、沖縄島は実情、一目一掃焦土と河川、常食6月いっぱいを支えるのみなりという以下ご自分でお読みください。これはですね、有名な電報なんですけども、この電報がですね、沖縄にですね、非常に大きな役割を果たした。次のページのですね、一番上にですね、この電報を打った1週間後にですね、この大谷の中将は少将として自決するわけですね。これが知性です。宮田とえ沖縄の延べに朽ちるとも、守り続けし大和島根は。大和島根というのは、日本という言葉は美しき古き愛する日本という言葉を昔大和島根って言ったんです。その隣は米軍のですね、米軍の記録です。オロク半島における10日間は十分な訓練も受けていない軍隊が、装備も標準以下でありながら、いつかはきっと勝つという信念に燃え、地下の陣地に兵力以上の機関銃を抱え、これ兵力以上の機関銃を抱えて意味わかんないんですけど、しかも米軍に最大の損害を与えるためには喜んで死に着くという日本兵の物語であった。これ米軍が書いてあるんですよ。いかに勇敢に戦ったか。そのぐらいも米軍の文書ですね。夕刻までに全身わずか1フィート。1日ごとに重大な損害と報告するもあったことだ。全身わずか1フィートというのはこれ、その後米軍のですね、流行語になったそうです。このですね、原文ね、沖縄県民が叩かれている部分はですね、全くこれは忘れ去られていたんです。ところが昭和35年にですね、ある衆議院議員がですね、これの手にこの伝聞が入ってですね、その衆議院議員はこれを読んでですね、これは素晴らしいと言って、この伝聞を持って彼は
国会中を回りですね、政府を説得し、とにかく沖縄県民に答えようと言って沖縄説得、沖縄返還をですね、推し進めたり、山中貞則という自民党の政治家なんです。この人は鹿児島県選出なんですけども、台湾で、師範学校を卒業したんですね。この台湾の第二師範学校の彼が生徒の時の先生がですね、やら長寮という人なんですよ。で、この山田忠則という人はですね、佐藤栄作の候補者のものですから、佐藤栄作さんにですね、しきりにこれを見せてですね、とにかく沖縄返還だと言って盛り上げたんですね。そこのですね、自決世紀、手榴弾跡を帯びたらし、地下壕を照らす裸電球というのは、これは山中貞則の読んだ歌なんです。ですから、このですね、伝報がですね、いかにですね、また今日までもですね、生きているか。私びっくりしたのですね、この海軍次官で海軍省ですよ、この伝報を受けた人っているんですね。電報受けた人、これさ、電報受けて記録してですね、なんという名文だろう、沖縄県民が戦える、それをものすごく印象に残ってた。その人はもちろん、まあ、生きて帰ってですね、復員して東京帝国大学に入り直して日本銀行に入ってですね、なんと昭和46年に日本銀行の那覇支店特別設置事務所長だったんですよ。来年から復帰されるから。そして彼は復帰と同時に那覇支店長になったんです、日銀の。彼は常に沖縄県民が戦い、これをですね、頭に入れながらですね、沖縄のためになる仕事ができた、嬉しいって、復帰前後のですね、3年間ですね、支店長として一生懸命仕事やったそうなんです。すごい偶然ですよ、これね。さて、昨年の11月にですね、両陛下が、来られましたね、沖縄に、行幸を受けられました。私、11月の5日からですね、4日間、皇居勤労行進に行ったんですよ。で、勤労行進やるとですね、両陛下からお言葉賜るんですね。私も団長だと思うんですからね、お言葉賜っててですね、身に余る光栄だ。一緒にいた人がですね、一緒に勤労行進やったおじさんがですね、東北の大震災でですね、奥さんが亡くなったのが分かるんです。で、皇太子殿下から、皇后殿下から、あなた方の中で被災していませんかって言うから、私がですね、この方は奥さんが亡くされたんですよって言ったらですね、両陛下が、非常に優しいお言葉をその人にかけてくれた。その方ね、お礼言いませんでしたね。号泣して。その後ですね、私沖縄に来ましてですね、空港で両陛下の前で万歳やってですね、また、旭橋のところで万歳やってですね、どこ行っても万歳を迎えてやったんですよ。みんなと一緒にね。本当にね、追っかけなんですけど。この時に、沖縄第二高等女学校白梅の塔っていうのがあるんですけど、姫路の塔が有名ですけど、白梅の塔じゃないかと。この白梅の塔の人たちがですね、おばあさんたちが両陛下にお目にかかってお話して、そしたらですね、両陛下感動されて、白梅の塔はどちらの方向にあるんですかって、あちらの方向ですと言ったら、今回は残念ながら予定に入っていないといけないと言って、その白梅の塔の方向に深々と拝礼していただいたそうです。感動したそうですよ、そのおばあさんたちは。で、さらに白菊をたくさんですね、プレゼントしてくれた。で、その白梅の塔にですね、その立派なですね、白菊がものすごい数がバーッとこう、ね、
働いてるんですね。この2人ですね、これはその白雨の会の人たちが書いたものですね。天皇皇后両陛下、ご家臣、こういうふうに書いたですね、紙が貼ってある。で、実は私翌日ですね参拝に行ったんです。ちょうどそこに白雨の塔のおばあさんたちが、おばあさんが来られてですね、ばったりまさにお出迎えって感じだったんですね。で、我々にご紹介したんですよ言ったら、すごい喜んじゃってるおばあさん、白雨の塔で。そのおばあさんはもちろん第二高等女学校の生き残りですね。で、いろんなお供え物を持ってくるんです。菓子パンとかですね、海ぶどうとかで、いろんなものでお供えにしたんだけど、私東京から来たって言ったらですね、そのお供え物全部僕にくれたんですね。ワンパンとかいろんなもの食べてるのがおいしかったんですけど、その時に一緒にですね、まあ、東京の豊風という愛国婦人の会があるんですけど、その人たちと一緒にいたんで、10人ぐらいだったかな。そのおばあさんと一緒に海浮かばを歌いました。さて、皆さん方ご存知の通り、姫路城とはご存知ですね。沖縄の師範学校女子部、これの開放は白百合。第一高等女学校の交友会の開放が乙姫。この乙姫と白百合を合わせて、姫路の姫路舞台という名前を付けたんです。ご存知の通りです。この姫路舞台、これが第一高等女学校と師範学校ですけれども、合計でですね、148名の第一高等女学校と師範学校の主婦ですね、白百合と乙姫ですから、それで姫百合舞台ですけども、148名姫百合舞台になってですね、127名が三世だったんですよ。ものすごい総勝率です。全滅と言っている。その他の人たちもですね、たくさんいました。第二高等女学校、今言った白雨ですね、第二高等女学校白雨、それから第三高等女学校名古屋なんですけども、これは名古屋舞台、花の名前付けたんです。第二高等女学校白雨舞台、46名参加して35名参加する。第三高等女学校名古屋舞台、これはですね、データが残ってない、データを残せないほどの壊滅状態。首里高等女学校というのがあって、これは随戦部隊って言ったんですけども、60名、52名は石徳というですね、高等女学校がある。石徳高等女学校、これは石徳部隊という名前だったんですけども、これはね、41名いてですね、32名が昭和高等女学校、これは英語部隊って言ったんですけども、68名いてですね、55名が参加してる。ものすごい数字、その通りです。彼女たちは2ページのですね、左の上の方にですね、歌がありますね。これは、平身体の歌という歌ですね。なびく黒髪、きりと結び。今朝も明るく朝露踏んで、呼べば答える友の歌。ああ、愛国の血は燃える、または日は燃えるとも言い、我ら乙女の平身体。
ね、さっき名護の柄川雅子さん動画見てですね、この歌を思い出したんですよ。あびく黒髪消えると思うんですよ。本当にね、素晴らしい弟子いたら生まれ変わったなと思いました、ね。このですね、第二高等女学校のですね、活躍ぶり、いろいろありますけども、ものすごくたくさん いろんな逸話があるんですが、私はですね、少しだけ紹介したい。第二高等女学校のですね、人たちが、まあ、要するに、現地の病院というか、まあ、その、打線病院にいたわけですね。午前、5月11日ですね、皆さんご存知の4月1日に向こうに上陸してきましたから、6月2日終わったわけですから、5月11日、知念博士と川平長介の2人は、兵隊とともにいたところ、知念伊藤兵は、これ皆さんね、中学1年生でも二刀流だったんですよ。臨時で。だから、当時、人類史上最も若い兵隊だったんだな。あっという間に下半身血まみれの重傷を受けた。彼は手当も甲斐なく、ついに午後8時頃、最後の声を振り絞って、天皇陛下万歳を叫び、行きたいと。皆さんね、中学2年生ですよ。それを看病してたのも中学生の女の子ですよ。それ ある日のことを苦笑生に混じって前線から鉄血勤労隊、これは中学生の男の子ですね。鉄血勤労隊、鉄血勤労隊で優先している県立第一中学校の生徒が運ばれてきた。一中ですね、今の首里高校。手術を受けたが、痛さを我慢しながら手術を受けたが、軍医に手術を受けながらも、一日も早くまた前線に戻れるようにしてください、お願いしますと、しきりに嘆願していた。とても重症歳の少年とは思えなかった。沖縄県民が戦えるです。第三、これも第二ことではあった。学友も直撃弾を受けたらしい。平井由里子さんは下腹部、比嘉美津子さんは太もも、長峰美代子は手に、与那嶺久美子は胸に、そして高橋伍長は両足をやられてしまった。無傷の私たちは高橋伍長の看護に当たったが、傷は意外に深くだんだんと弱っていった。最後に伍長は何と言ったか。学生さんたちを私が連れ通りながらこんな人に合わせてしまって本当にすみません。もうここも危ないから今晩のうちに早く返してくださいと言って、それが最後の言葉になった。今はの際までみんなの身の上を案じてくれた高橋伍長はもういない。なんかね、今ね、その平和記念館に行くとですね、いかにも日本軍がですね、県民のをいじめてですね、殺してですね、なんか日本がアメリカと戦争したじゃなくて、ね、日本県民と日本軍が戦争したみたいなんですね。報じになってますけど、とんでもない話なんですよ。最後まで日本の兵隊はですね、その戦争隊をですね、気遣ってたんですよ。でね、しかもあの展示を見るとですね、要するにみんな駆り出された、軍に駆り出されたって書いてある。これは第三、名護の第三高等女学校ですけども、お父さん私も行ってるいいでしょう、お国の大事な時です、お友達もみんな行く行ってます、お願いですからぜひ行かせてくださいというふうにですね、懇命な娘の願いにですね、父親も根負けして、じゃあお前も志願して行ってこい。そして軍からトラックが迎えに来て、
各国学校前から職員に送られて誘惑年に行ってみた。これ実は4月1日からですけども、3月終わりですから卒業したばっかりなんですよね。卒業したばっかりの人もいるわけです。彼女たちは、合言葉は、私たちの卒業証書は靖国神社の入場券ね、というふうにお互いに言えるんです。卒業証書は靖国神社の入場券です。この彼女たちの指導者ですね、軍人がいてですね、少佐ですから相当偉いですよ、これは。もう我々の運命は先が見えていた。これはですね、赤徳構造でバット。細胞を立派に語りたい。今は死にどころを得ることだけが、ただ一つの願いだと。皆さんこれ、女子になってるんですよ。ある日、小松照子たちは、小池少佐に願われた。隊長殿、私たちもぜひ聞き込みに参加させてください。お願いします。調査は首を横に振り、みんなの気持ちはありがたい。よくわかる。しかし、まだ時期ではない。もうしばらく待てと悟すばかりだった。でも、小松照子はどうしてもじっと待っていることが耐えられなくなり、前田富子と相談して、まさに切り込み隊が出発するところであった。二人は早速、その切り込み隊について号を出た。途端にですね、直撃弾が当たって、切り込み隊はあっという間に全滅した。皆さんね、沖縄県民が戦いですよ。調査はですね、こう訓示した。兵隊は艦庫の声に送られてきた。最後まで戦うのは当然である。しかし皆さんは勉強途上にある生徒だ。将来国を背負ってもらわねばならない大事な身である。死ぬことだけが不方向ではない。皆さんをどうしても一緒に父に連れて行くのは忍びない。皆さんは他府県の生徒に比べると本当に気の毒でならない。生き延びて生き延びて、沖縄戦における学徒の精神を助けんの生徒に知らせてもらいたい。と、心からの訓示をし、小池少佐は一人一人の手を握って別れを告げ、少佐の方は涙で濡れて、その後少佐はですね、見事に屈服して、帰りだ。沖縄県民が戦い、もうちょっと言いますね。これは昭和高等女学校の、やはり病院でですね、助良美智子は少年に、まあ、あれですね、鉄血機動隊の少年ですね、その少年がですね、まあ、要するに胸部毛管症でですね、肩から胸にかけて全身血だらけだった。何か欲しくないかと聞くと、少年は力の弱いない声で黒砂糖と答えた。彼女は一瞬、友達が黒砂糖を持っているのを思い出し、今持ってきてあげるかと言って、午後の外へ駆け出したらものすごい球が飛んできた。でも、隣の午後に入っていって、なんとかですね、黒砂糖を持ってですね、帰ってきた。さあ、お上がれと言って、少年を起こしたところ、少年はかすかに首を横に振った。元気を出して生きるのよ。年は12歳ぐらいだった。少年は眠り続けているようだった。すると突然、天皇陛下万歳と視力を振り絞って少年がはっきり叫んだ。隣にいた軍曹も周囲も飛び降りた。そして少年はそう言って動かなかった。その後、その中尉と軍曹は日本兵を杖にして、女学生の皆さんは本当にお世話になりました。この少年、天皇陛下万歳の声を残した少年を思うと、私たちは前線に行くべきだ。そう言って二人とも出てきたと。沖縄県
皆さんね、驚く流れね、12、3歳の少年がですね、切り込み隊として行って、だけじゃなくて、女性も切り込み隊行ったんですよ。伊江島ではですね、4月18、19の大戦闘の時に、18日の午前3時、前田哲子23歳、大城春子23歳、大浜澄子26歳、長山春子24歳、滝山佳子21歳の5名は、切り込み隊に参加した。5名は髪を切り落とし、軍服を着て男装となり、もちろん平気で帰ってもらう。沖縄県民間戦い。私はですね、彼女たちのは一体何で戦ったんだ。日本を守ろうと思った。沖縄を守ろうと思った。自分たちの両親を守ろうと思った。そして彼女たちと自身と沖縄と日本というのは完全に心の中で一体だったんです。完全に一つになってたんです。だから沖縄をですね、独立させるとかですね、沖縄は沖縄だ、琉球だとかですね、言っている人たちもは、彼女たちの前に言ったらね、罰当たりそのものなんですよ。罰当たりです。この戦争はですね、先ほど、沖縄県民が戦えるという電報を打ったのがですね、6月6日です。そして、6月13日にですね、この太田緑通常は自決しますね。ところが皆さんね、19日に敵のタンクナーという最高司令官が死にするんですよ。アメリカ軍の最高司令官が死んだのはですね、ヨーロッパ戦線でも、太平洋戦線でも、第一次世界大戦でも、これ初めてなんですよ。最初と最後なんです。すごいですよ。僕、これをね、これ、いろんな説があるんだけども、狙撃したと反発した方兵中で、という説があるんです。私、あの世に行ったら言いたいんです。その兵隊さん探して。あんたの一発がですね、敵の対抗司令官を打ち砕いたんだよ。さらにですけどね、驚く流れ、ここにこちらに来て、19日はですね、師団長の威圧令大将というのがですね、これも戦死するんですよ。大将と中将にナンバーワンとナンバーツーが戦死しちゃったんですよ、アメリカ軍は。沖縄県民が戦いですよ、みんな。そして21日にはですね、鉄血勤労隊の少年兵がですね、最後の切り込みを敢行するんですよ。そして23日にはですね、ご存知の通り、志島中将と張勇参謀長がですね、共に自決して、最後、沖縄戦は公式には終わるわけです。ところがね、皆さんね、驚く流れ、戦争が終わっても、8月30日まで抵抗を続けた女子学徒兵がいたんですよ。30日なんてやっと投降してきたんですよ。すごいですよね。なぜそこまでやったんでしょう。軍国主義の犠牲者ですか。騙されてたんですか。洗脳されたんですか。駆り出されたんですか。奴隷となって渋々とやったんですか。違うでしょう。彼女たちの気持ちの中に日本があったんですよ。だから、そこで、私はですね、本当にですね、素晴らしいと思います。この沖縄県民の戦
員によく答えていただいたのが昭和天皇と金城殿下ですね。まあ、先ほどの、昭和天皇の御製を紹介しましたけれども、そこのお手元のですね、2ページの最後の方に激しかりし戦場のあと長むれば平吉君にその果てに見える、これ金城殿下の御製です。その隣に二六へ置いてて釣りたる人たちと戦場の後に町を出たんです。これもこの御製碑は、五穀神社に御製碑がありますから、ぜひご覧ください。これも金城殿下の御製、伊藤宮司さんが骨折で作っています。まさに沖縄の戦いはですね、祖国を守ろうとした純粋な心と、それに応えた皇室とのですね、熱い交流の私は戦いであり、物語だったというふうに思います。さて、沖縄県民の戦いの話をですね、しました。今私が話した内容はですね、ここにですね、すべて書いてある。これは、ああ、沖縄戦の学徒隊っていうですね、これは中村聡子さんが僕に送ってくれたものなんです。感動したところをですね、付箋付けたらこうなっちゃう。全ページですね、これ感動を進み上げてないんですよ。私、号泣しました。ぜひ、今でもアマゾンで買えますからね、ご購入いただきたいと思います。さて、沖縄県民の戦いはですね、まだまだ続くんです。皆さんね、時間などもなくなっちゃったんで、失敗しますけども、アメリカはですね、最初、今ね、皆さん沖縄帰ってきてるから、沖縄返還当たり前だと思ってるんですね、これね。当たり前だと思ってる。でも当たり前じゃなかったんですよ。これ下手すぎたら返ってこなかったんですよ。危なかったんですよ。アメリカは返すつもりなかったんですよ。全然なかった。アメリカはですね、沖縄のですね、琉球共和国っていうのが作ろうと思ったんです。で、琉球共和国ですね、果たすのも考えたんですよ。これがどういう方かというとですね、琉球共和国の果たすのがあるんです。これですよ。皆さんね、沖縄の人ね、ひょっとしたらこれに向かって万歳してたかもしれないんだよ。で、私これ見たときにびっくりしたのがですね、よく似てるでしょ。これはテキサス共和国の歌なんですよ。アメリカの西半分っていうのはね、メキシコの領土だったのかし、それをアメリカが埋まったんですよ。で、テキサスをメキシコからね、踏んだくるときに、まず独立運動させたわけです。で、独立させてですね、テキサス共和国で作ったんですよ。その時の戦いがアラモの戦いです。エイビー・クロケットってご存知ですか？うんうん言ってる人は相当な年配者ばっかりです。英語なんてもね。歌でございまして、エイビー・クロケット。1836年ですから、幕末ですね。それから、9年間だけこの国はあったの。で、アメリカの28番目の州になったんですよ。テキサス州。ですから、テキサス州の旗はこれです。敵と戦争して、メキシコってのはすごい大きい国だったからね。戦争して、独立国家を作って、後から集中するというのはアメリカのパターンなんですよ。そっくりでしょ？私はアメリカは同じことをやろうとしたと思う。それを、まあ、今日は時間内にご覧しますけども、中村俊夫さんたちのご努力でですね、なんとか復帰してきたわけですね。さて、お手元のですね、レジュメのですね、3ページを見てください。これはですね、昭和35年にですね、教職委員会、先ほど中村俊夫さんからお話ありましたけど、教職委員会の
が作ったんですよね。愛称が歌手に載ってる歌なんですよ。祖国復帰の歌。覚えてるんですか、これ。ウルマの島の夜は明けて平和の鐘が重なりの大和島根の地方議事。先ほど皆さん太田中将の時勢にありましたね。守りつくべき大和島根は、そこから同じ文言が出てきてる。我ら帰らん日の元へ。太平洋の空高く遥かに望む我が祖国、愛情の声は響きたり畑絆に結ばれて。この歌を歌ってですね、復帰活動やったんですよ、皆さん。皆さん、復帰がなっている色、ね、当たり前のことかもしれないけども、やっぱりお水を飲むときには、色を送った人のご苦労を思い出さなきゃいけないな、というふうに思いますね。さて、昭和に戦後ですね、アメリカは日本に対して、国旗の掲揚を禁止します。でもあまりにも要望が大きいので、昭和24年の1月1日にですね、マッカーターをですね、祝祭日に限ってですね、掲げていいよという許可します。昭和27年の4月にですね、日本が主権回復しますね。そしたら沖縄の方がですね、じゃあせめて俺たちはね、国旗を掲げさせてくれと言って大騒ぎしたわけですよ。日の丸闘争が始まったわけですね。昭和28年のに正月3日間だけ認められたんですよ、国旗掲揚が。その時に国旗はもうないから、どうしたかというと、先生方は子供たちに書かせてね、それを自分の家で貼りなさいって言ってやったわけです。そしてその昭和28年の4月29日の天朝節に、いいですか、これ新聞記事を見ますね。那覇市雲地小学校ってこの近くですよね。急ごしらえの掲揚台にわっと押しかけた児童に囲まれ、校長先生が双眼、両目を輝かせつつ、紺碧の空高く日の丸を掲げた。傍らで若い女性教師がそっと目にハンカチを当てる。長年育まれた民族的感激の一瞬である。これ皆さん、琉球新報に書いてある。この時ね、そっと目にハンカチ当てた若い女性教師って、うどんたくちょうだい負けてるじゃないかな。そしてその後ですね、皆さん、国旗ってのはどこでも売ってないでしょ。学校に注文したんですよ。学校がみんなの国旗を集めてですね、丸くで注文したら、年間1万本の注文を渡すんですよ、教職委員会集めたの。やら長女が言ってんだ、そういうふうに。そして昭和35年のですね、11月にですね、沖縄のですね、市政40周年、あ、じゃない、間違えた、11月に九州陸上大会があったんですよ。選手団が来た時に、昭和35年に選手団が来た時に、沖縄県人がものすごいでしょ。日本から選手団が来てくださって、嬉しくてしょうがないんだよ、それだけで。その選手団のバスに向かってですね、ものすごい群衆が集まって、日の丸の旗を振って、軍艦マーチを鳴らして万歳を始めたんですよ。昭和35年。開会式には4万人が集まって君が代を斉唱したと。昭和36年にはですね、那覇市で40周年記念に大根山運動公園で西鉄ライオンズと東映ライアーズというチームが両方ないけど試合があったんです。開会式でも4万の群衆がですね、君が代を歌い日の丸を打ち振ってですね、大騒ぎだった。昭和36年の6月にですね、池田勇人総理大臣がアメリカに行ってケネディ大統領と会談して、沖縄でとにかく日の丸を出してくれ頼んで、5日後にですね、キャラウェイ高等弁務官は沖縄で日の丸の旗を振ることを許可したんです。この時ね、皆さんね、大浜信夫さんっていうですね、石垣島出身のですね、早稲田大学の総長がいるんですけども、彼が面白いこと書いてるんですね。
昭和37年にケネディ池田会談のおかげで祝祭日においては大っぴらに国旗を掲揚することが許された。今度の正月は初めての機会ということで、学校館長はもとより民家残らず日照旗を掲揚しておった。これは日本本土に見られない風景だ。これによって沖縄の人々がいかに祖国日本に愛着を持っているかわかる。逆なんだよね。本土復帰ということが言われているが、表現としては多少オーバーだよ。領土権も住民の国籍も依然として日本国であるので、転換してもらうのは自衛権のみだからだよ。なるほど。転換でいきなり沖縄人が日本人だったじゃないんだ。ずっと日本人だったんですよ。自衛権だけ返ってきたんだ。その後、大浜さんこう書いてある。沖縄住民の祖国愛、日照期に対する愛着の念を見ると、精神的には日本本土の人々こそ沖縄に復帰すべきではないかと。この大浜さんという方はですね、石垣出身で国一党直立大事長官だったんですよ。石垣が始まって以来、出身頭なんですよ。で、中村さんに聞いたらね、石垣島どころか沖縄県海上機材の出世がしてるのね、海上とは戦後ですよ。でちなみに僕ね、高校まで早稲田のね、高等部だったんで、入学式の時にあるんですね、大臣に目の前に大浜さんいたんですよ。それが一番なんです。残念ながら、ね、3年後の卒業式の来年はですね、河野洋平だったんですね。まあ、そしてね、皆さんね、千葉の掃除してるでしょ、日の丸焼けてたかが、まだ言ってるらしいんだけども、皆さんね、昭和、船の上ではですね、国旗掲揚は許されなかったんですけど、船っていうのは国家主権そのものだから、ね、だから、船にどの旗をつけるかっていうのは大変なことなんですよ。で、戦後、沖縄の船はですね、米軍からこういう旗をつけろって言われてる。信号機。ところが、これは誰も知らないわけです。で、昭和37年の6月24日にですね、昭和37年の4月3日にですね、第一急用丸って、急というか野球の急に対応のようなんだけど、第一急用丸事件って言ってですね、インドネシアでですね、この船に掲げた沖縄船舶がですね、インドネシアの空軍から不審船として銃撃されてですね、4名なかったんですよ。それでですね、あまりにはひどいんじゃないかって言うんでですね、頼んでですね、昭和42年からですね、やっと船舶に日の丸が許されたけれども、上に琉球と書いたですね、三角の旗をつけられた。この三角の旗は今でも那覇市役所に残っているわけですが、ここら見てください。そして、昭和44年に完全に日の丸を掲げるようになって47年に復帰したわけですね。沖縄県の日の丸に対する思い入れはですね、本当に大きかった。昭和40年の8月19日に当時の佐藤栄作がですね、初めて総理大臣として沖縄に行った時に空港で、あの有名な沖縄が帰らなければ日本の戦後は終わらないという演説をしたんです。その時、沿道はですね、日の丸の旗で埋まったんですよ。で、車の中でびっくりしてね、佐藤栄作さんね、羽田空港を立つ時はですね、赤旗が流れちゃったんで、周りから。どきだついたら日の丸が流れてる。彼は何と言ったかというと、大浜さんと同じように、これは沖縄が日本に復帰するんじゃなくて、日本が沖縄に復帰したらいいやつ。最後の3ページのですね、祖国への歌を見てください。あのね、この教職委員会とか書いてないけども、この愛称歌集にですね、一番前に前進という歌があったんですよ。前に進むね。覚えてます？これ教職委員会の歌なんです。前進っていうの。この前進の4番にですね、東洋青毛日の丸の歌って書いてあるんだよ。でも4番は歌われなくてなんだね。友よ、青家、日の丸歌だ。この愛称歌詞、面白いです。どんどん書いてくれてやると思う。
当時はですね、海という歌も入ってたの。海は広いな、大きいな、行ってみたいな、そういうふうに言ってるでしょ。この歌も入ってたの、なんでわかります？行ってみたいな、よそよそって、これ、新着の歌なんですよ。海は広いな、大きいな、行ってみたいな、よそよそって、歌っちゃダメなんだってさ。私も、本当ね、俺の頭がおかしいのか、あいつらがおかしいのか。このですね、教職委員会の愛称箇所に載ってた祖国への歌、これを読みましょう、皆さん。この空は祖国に続く、この海は祖国に続く。母なる祖国、我が日本。危険一億の腹からよ、内地の方問いかけてるんですよ。この地の中に日本の歴史が流れている。内内地の歴史の中に日本の歴史が流れている。日本の心が生きている、歌ってるんですよ。この山も祖国と同じ。この川も祖国と同じ。母なる祖国、我が日本。危険一億の腹からよ、この地の中で日本の若さがほとばしる。日本の未来がこだまする。この道は祖国に通ず、この歌も祖国に響く。浜なる祖国、我が日本、危険一億の腹からよ、この地の中は日本の地で燃え、命で燃えている。復帰の時間で燃えている。いい歌ですよね。私は今でもこの歌生きてると思いますよ。この歌の精神は、今ですね、国会はですね、国はですね、小学校、中学校で国旗決められをやんなさい、日の丸をやんなさいって言ってますよね。でもね、小学生、中学生に言う前に、自分たちやってるのか、国会議員は国会で歌ってるのかよ、開会式で天皇陛下をお迎えして、決められを歌いなさいよって人に言う前に、私は言いたいんですよ。まだまだね、私はですね、日本は、日本列島、大和、内地そのものがですね、本当の意味で復帰してないんですよ。平和を、先ほどから、鶴野さんの話だったけど、平和を愛する諸国民が暇だって言ってですね、そんなこと言っててですね、ね、シナの船があったら一発も降りない。そんな流れないね、日本っていうのは、ね、本当に復帰してないんですよ。戦後レジウムそのものなんですよ。日本は本当の意味で天皇国日本、大日本帝国に復帰しなきゃならないんですよ。それから沖縄をそれこそ先頭にね、沖縄の人たちのこの熱い気持ちを先頭にですね、我々大和人もですね、後ろからくっついて、私も老体に鞭打って敏子さんの後ろにくっついてですね魅力を尽くしたいと思います。皆様ともご協力をお願いしたいと思います。時間をおかけ申し訳ない。ご清聴ありがとうございました。その前に皆様にお知らせがございます。現在ニコニコ生放送でですね、なんと770名の方がこの集会を見学しております。本当に皆さんありがとうございます。そして本日午前中のパレードもこのニコニコ生放送を見ている方々からたくさんの応援があったことを皆様にご報告したいと思います。ご視聴されている方々本当にありがとうございました。ではここから質疑応答の方に移りたいと思います。このニコニコ生放送の方から1件だけ質問が来ておりますので、この質問を村田先生の方にお答えいただいた後、質問をお受けしたいと思います。主権回復の日に関して日本政府と沖縄県の立場について村田先生はどう思われますか。
ということで、視聴者の方から質問が来ております。お願いいたします。このですね、問題については、結構微妙な問題で、私もですね、内地にいた時もいろいろ質問されました。内地にいた時はですね、ノーコメントと答えてたんですけど、今日はちょっとノーコメントとも言えないんで、あえてお答えしますけども、主権はいろいろな意味で回復されてませんですね。私、主権回復を目指すとですね、その集会、毎年1回、4月に8日に開かれてまして、もう7回、3回やってるのかな、7月にやってます。すべては参加してます。基本的には賛成です。でも、そこにですね、自民党の議員さんが来てですね、挨拶で何て言うか、皆さんおめでとうございます。ふっくりですね、今日は試験開封の日ですね、おめでとうございますって言うんですね。すごい違和感があるんです。めでたいのかね。今年の2月にですね、島根県松江市で行われた竹島領土問題の竹島の日の県民大会に私毎年参加してますけど、ここでもですね、外人の自民党の代議士がですね、皆さんおめでとうございますって言うんですが、おめでとうってなんで呼べたいんですって意味不明なんですよ。私はとても弱気にはなれないし、主権はいろいろな意味で回復されてません。だから日本は未だに戦後レジームが真っ只中ですよね。部活解除と中学生が拉致されてですね、取り返せないことはですね、主権がなんかないんですよ。そうだそうだそうだ、主権がないことを認める再確認する日ならいいと思うんですね。餓死に昇誕って言葉がありますけども、餓死に昇誕っていうのはものすごい苦い肝を舐めてですね、その苦さで涙が出てきてですね、この悔しさを忘れるぞっていうんで、これ餓死に昇誕っていうことですけど、毎年そういう意味でですね、試験回復の日やるならいいんじゃないかなと思うんですけど、だからやってもいいと思います。やってもいいけども、その内容ですね、問題はね。いまだに試験、あの時点では試験回復されてなかったでしょって、昭和27年から47年まで試験回復されてなかったじゃないですか、沖縄列島では。それを皆さん忘れないでくださいね。さらに 今現在すでに今も試験が日本にはないじゃないですか。これを忘れないでくださいだっていう、そういう意味で日にしていきたいなというふうに私は僕自身は思っています。日本生の質問者よろしいですかという答えで。はい、先生どうもありがとうございました。では続きまして、会場の方から質問をお受けしたいと思います。これはぜひとも聞いてみたいというような質問がございましたら、挙手の上お名前をおっしゃって質問の方をお願いしたいと思います。ではこれから質問をお受けします。どうぞ挙手をお願いいたします。今なんで黙ってるんですか、ね、はい、やっぱりあまりにもすごい話だったので皆さんちょっと固まってるかもしれませんが、このようなチャンスはめったにございませんので、どうぞ遠慮なく、挙手で質問された方がいいんじゃないかと思います。どなたがいらっしゃいますか。なんか PTA 総会みたいですね。PTA 総会もこのようにシーンとして何もないのはシャンシャン総会といってですね、やりたい放題されるのが目に見えてるような総会ではあるんですけど、今日は PTA 総会ではございませんので、どうぞ遠慮なく些細なことでも結構ですので、どうぞ質問お願いします。では真ん中の方。村田医師から来ました島袋です。村田半治先生のお話を初めてお聞きします。ちょっとしたグローリアル沖縄県民戦いというものもありますけども、を運営されている先生ですか。どう違いますか。違います。
僕は本部って聞いておりました。今日先生がお話した内容を以上で、初めてのところを思ってですね、ぜひもっと詳しく勉強したいなと、思います。ぜひ先生の著書と、今日の内容に関連のことがあればご紹介いただきたいというのが一点と、それと先生の講演の中で、昭和10年に、昭和天皇、皇太子時代に、沖縄に来られたと、大正10年ですね、その時に、館長を務められたのが神南家前、館長と大佐ですね。ついたのは山田君です。だからね、そう、はい、それ言うのですね。そうです、長くすわんの、なんか、はい、ありがとうございます。これは、そとして、質問一つですね、よろしくお願いします。はい、島袋さん、大変いいお話ありがとうございました。私ね、長くすわんの、夜なばれって言葉は出てこなかったんですけど、夜なばれについたんですね。で、港にはですね、もう徹夜でですね、桟橋に紅白の女学生が紅白の幕を巻いてですね、もう道路を整備したそうですね。で、1ヶ月ぐらい前からとにかくその有事してたんですよ。寄ってくれってヨーロッパに行く途中にね。でも日程のそこで寄れないよっていう話だったんですけど、一応毎日来れたら困るって言うんで、その人力車の車夫をですね選んでですね練習してたそうです。訓練で人力車の車庫はですね、当時沖縄の人はですね、さつまいもが主食だったんですって。ところがもしね、さつまいもばっか食ってですね、皇太子殿下の前でですね、車庫がですね、おならしてしまったら大変なことになるんですよね。1ヶ月前からですね、その車夫たちはさつまいもを毎日毎日食ってですね、芋を食わなかったっていう話も残ってるぐらい、大変なとこに気合が入ってたんですね。で私は今度その夜なばるにぜひ行ってみたいなと思います。当時1万6000トンのですね軍艦がですね、なんていうか沖縄の人行ったこともない巨大な軍艦ですよ。その巨大な軍艦の舳先にですね、こんなでかいですね、キンキラに輝くですね菊の御紋がドーンとついてるんでしょ。それが3月のですね、沖縄の空に光に日光にキラキラと輝いてですね、沖縄の県民をみんな喜んだわけですよね。あの気持ちわかりますね。私は夜なばるに行ってですね、それを思い起こしたいです。で、島村さんに質問の著書があったらっていう話、本当に嬉しい話なんですけど、私実は著書ないんです。で、よく言われるんです、書いてくれって。よく言われるんですよ、もう書けってね。でも私本当に忙しくて、書く時間がないんですね、本当に。で今あまりにもかけかけって言われて困っちゃってるんで、私の実は、ね、動画がたくさんあるんです。で検索していただくといっぱい出てきますから、その動画をご覧いただきたいんですけど、その動画で演説するでしょ。それを文字起こしする人がいるんです。でその演説文字起こし集をですね、一冊の本ですが、今書かれるんじゃないかなって言って、それ考えてますので、出来上がったらぜひ、お買い求めください。はい、ありがとうございました。続きまして、質問の方いらっしゃいますか。はい。もちろん男性の方、お願いいたします。はい、与那原の隣の西畑館長から来た山口です。この先生は、維新進歩新婦ということなんですけど、以前確か国政に参加しようとしたことがあったと思いますけれども、今回、夏の参議院選挙に参加するご予定はあるんでしょうか。はい、山口さん、大変いい話維新政党新婦ですね、もう過去に参議院選挙にですね7回ぐらい立候補してるんですよ。で3年前の参議院選挙の時はですね、ちょっとお金がなくてですね、立候補できなかったんですけど、今年の7月の参議院選挙ではですね、全部で10名、全国区と選挙区で立候補する予定でおります。で、我が維新政党新婦はですね、
韓国から入国禁止を食らってる党員が4人いるんですよ。僕も言えるんですね。しかも大統領ですね、刑事告訴されてるんですね、向こうから。で、もう冗談じゃないってことを、国政に移行すると、NHK の選挙区の選挙放送できるじゃないですか。あれで思いっきりですね、韓国ふざけんなってのをね、やるつもりで、おりたんですぜひ、これ言うと真剣者になっちゃうんで、ここから先は言えません。それから私はですね、立候補はしません。僕自身はですね、年寄りは日本でのって言われたもんですから、もっと若い人が出ることです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、何か質問の方がおりましたら、じゃあ私の方から先生意見をお聞きしたいと思います。まあ、先ほどかなり昔の流通新報の記事を、取り上げて、まあ、目を輝かせて日の丸を、ね、見ていたというようなことが、新聞に書かれていたという話がありました、まあ、小森小学校の話ですね。とか今の沖縄の新聞そしてテレビ、まあ、沖縄だけではなく日本全国のメディアというのがなぜかある特定の方向に傾いているようながいたします。まあ、中立公正というのが、まあ、お題目であるのは私も分かるんですが、あまりにも左に傾き、そして親中、そして親朝鮮、まあ、そういったふうにいわゆる徳川韓国におもねているような、まあ、そんな感じの報道が多い。まあ、沖縄でもアメリカ軍の、ね、ちょっとしたことはペットボトルを落としただけで大騒ぎしますけど、この接続水域に入ったり海軍の船を旅行したりということは本当に囲み基地なんですよね。これ小林先生、なぜ日本のメディアっていうのはここまでいわゆる徳川さん左の方に、まあ、傾いてしまったのかっていうことをご説明したらお聞きしたいと思います。ありがとうございます。先ほどの琉球新報の記事でね、児童が目を輝かせてね、で若い女性教師がハンカチで目に当てるという記事がありました。私昨年11月にですね、その天皇陛下、両陛下をお迎えに行った時に日の丸の小旗たくさん持ってて、余ったのをですね、翌日ですね、普天間第二小学校に行って、校門で下校する子供たちの日の丸の小旗をあげたんですね。そしたらね、みんな目を輝かせて、ちょうだいちょうだいってね、みんなこう持ってってですね、もう、わーやったやってね、持って帰ったんですよ。だから当時とね、子供たちの気持ちってのは、ね、正直な気持ち変わってないんですよね。変わったのはマスコミだけだね、おっしゃる通り。で、どうしてそうなっちゃったんだって話なんですけども、これはね、皆さん忘れがちなんですけども、今は本当にマスメディアがひどいですけど、そのチャイナ、コリア、ひどいですね。でもね、皆さんね、昭和30年代はね、もうソ連に対して、もっとすごかったんですよ。こんなもんじゃなかったんです、マスメディア。もうソ連は地上の天国だったんですよ。これはね、私も変だと思いながらもね、やっぱりね、なんかすごい共産主義って素晴らしいんじゃないかな、社会主義っていいんじゃないかなと思っちゃうぐらいものすごい思想構成があったんですね。で、その思想の激しいマスメディアからの構成は、ソ連という国が崩壊したらですね、内部文書がバレたらですね、いやもうソ連がものすごい金出してですね、やってるっていうのもバレたんですね。もうバレバレなんですよ。日本社会となって大変なお金もらってたってバレてる。今私たちは気がつかないけども、もし将来20年後30年後に日本共産、中国共産党が流れちゃってですね、内部文書がバレてきたんです。あ、そこまでやられてたんだ。あの時そこまでやられてたんだ。ということにですね、気がつくと思うんですね。それぐらい、さっき中村さんの話ありましたけども、工作はですね、やられてきている。
思います。でこのマスメディアを使って工作するというのはですね、これ共産党のお家芸ではなくて、その前のナチスのお家芸だったんですね。ナチスが考え出してそれを共産ソ連が使ってですね、それをチャイナ公約が使っている。まずマスコミを抑える、教育界を抑える、そうすれば熟した木の実が起こってくるようにですね、自分たちのものになる。ですから、あからさま、今の、ご質問にですね、まあ、当たり前の答えなんですけども、奴らを本気でものすごい工作してきてる。ということですね。どんだけ金かけてもですね、それは戦車やね、戦車10両、20両ぐらいのもんですよ。全面戦争やるよりははるかに安いんですよね。だから、安上がりの彼らは戦争を仕掛けていて、こっちは戦争を受けて立つというつもりでやんなきゃいけないのかなというふうに思います。ということで、よろしいですか、そんなもんで。はい、ありがとうございました。お時間とともにより、あとお一人だけ。終わります?あ、終わっちゃうそうです。申し訳ございません。はい、では、これにて質問タイマーも終了させていただきます。今一度、村田先生に大きな拍手をお願いいたします。